とりあえずジェットコースター行くか。ジェットコースター乗ってみようか。全貌を把握するためにも。あつくら遊覧ジェットコースターへようこそ。目の前に釣り看板が来たとき従ってください。命の危険があります。え、命の危険があります。いやでもな、全部なんか全部置いていくの、なんか逃げてる感じあるな。あ、どうした？お久しぶりです。お久しぶりです。どうも。どうもどうもどうも。今日重大発表もう終わったの？あ、そんなドズさんに比べたら古代発表ですよ。古代発表。マイクロ大発表かもしれない。ちょっと僕にも聞かせてくださいよ。なんと、はい、僕来月月行きます。え？ガチ？ガチ？ガチスガチスガチス。え、月って月？はい。実家太いんで。いや太すぎでしょ。前澤社長しか知らないよそんな。え？リアル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 やばいでしょ。いや信じたじゃん今。どういうパイプ使ったんだって。どうやったら信じるの逆に。どうさんちょっと。いやフィギュアスケートのさ、はい、こう有名人とかとこであれして、いやなんかそっち関係でなんかもう本当にもう。手が届かないかぐや姫みたいになっちゃったのかなって今思っちゃった。一瞬、いや一世一代すぎるでしょその発表。いや違います冗談で、自分の服のポップアップを開けることになりましたっていう。すごい第2弾でね。まあこじんまりと頑張ってる中、ちょっとまあ一歩ずつ頑張ってるますっていう発表でしたね。めっちゃすごいじゃないですか。コメさん、このトロッコ乗りました？これあー乗りましたよこのトロッコ。これ今ちょっと僕そのどれぐらいの荷物を持って乗ろうか悩んでるんですけど、はい、江戸さんマイクラ何年ぐらいやってますか？まあもう 4、5年になるかな。 4、5年っすよね。はい、まあ持てる限りのもの持ってった方がいいんじゃないですか。あ、じゃあそうか。はい、それはもうこういうことだ。まあでも、はい、分かんない。その裁量は自分の中の気持ち次第で預けたらいいんじゃないですか。ああ、まあそうだね。そこはもうだって、はい、ビビってても仕方ないからな、はい、回線大丈夫ですか？回線っていうか僕拠点周り重いんですけど。今んとこ大丈夫そう。じゃあいける。マジで割と大丈夫なのかもしれないです。OKOK、はい、じゃあそこまで言うならもうそのネザナイトピッケルまで持ってっちゃうわ、はい。あ、これ持ってっていいっすよ、じゃあ。いや、嘘、はい、いや、さすがに嫌だ。いやだ、もう死んだ時。ビビってんすか、どうさん。ビビってないけど。ビビってないけど、いや、死んだらなんか謝らないといけないから嫌だ。自分のもので行く、そこはもう。社員を背負るのに僕のツルハシ一つ背負えないんすか、どうさん。その覚悟は？それでは、いってらっしゃいませ。じゃあ僕ちょっとログで見守っときますね。光ってますね、鶴橋。ありがとう。いや、はい、本当にいいんだね。持って帰ってきてくれたらもう全然大丈夫なので。絶対持って帰る。はい、よろしくお願いします。絶対持って帰ってくるから。はい、じゃあな。待ってます。バイバーイ。いってらっしゃーい。しゃあ、さあと、ちょ待って。死んだな。え、なに、ちょ待って、早い。どういうこと。今死んだなって聞こえたんだけど、ボソッと。え、なに。さあ、始まった。何、あそこなんかある、なんかある。何飛んだ。あ、びっくりした。なんもないんかい。的あれ、なんかあれだった。何、今度何。どこ行った。はい。ビビらせか、ただの。ただのビビらせだったか。おい、何。おい。余裕ですね。余裕すぎて草。はい。おい。すごいねこれ。なんかそのあれなんだね、この各建築を見て回るとかじゃなくて。シンプルにすごいジェットコースターっていう。シ
ンプルにすごいジェットコースターです。あ、なんか看板書いてある。この先ボタン押せ。え、ボタン押せ。どこ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 のどこのどこの、これか。押した。ほい。あ、今の押してないと。的を狙え、的を狙え、的を狙え。あそこね、あそこね。オッケー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 。やばい、終わった。え、どうなった。残念。嘘嘘。ああ嘘だ。ごめんごめんしよう。ごめんごめん。やばい、全ロスする。最悪だ。あー、全部死んだ。ごめん。あれ、あ、どうぞ。ごめんごめんしょ。あれ何があったんすか。いや、あれ無理でしょ、あれ。ちょっとすまんが。行ったか。行った。あの鶴橋全ロスしちまった。思いを抱えきれなかった世界戦の道蔵さんだったか。いやー、的があれだってトロッコ乗りながらでしょ、あれ。あれむずいっすよね。あれむずい。僕もちょっとあそこで行かれましたね。前は。あ、じゃあちょっとクリアするまで終われません。頑張りますわ。あ、オッケーです。はい、ちなみに石無限どこか分かりますか？石無限ここここここ。あ、これか。これ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 。ここ掘れば。これ掘ればいいのか。それ掘れば。ああ、そうだ。鶴橋ないんだった俺。ごめん。鶴橋、あの代わりに鶴橋渡したいけど、はい、それもロストした。うん、なんで2個持ってたんですか。全部ロストしちゃった。申し訳ない。頑張ってください。はい、頑張ります。はい。全てなくなっちまった。ああ、危ない。なるほどな、そういうことね。理解した。よし、次こそ決めてみせる。はい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 。この先ボタン、この先ボタン、この先ボタン。はい、簡単。あー、やべ。いや、クオリティすごいんだけど、むずいんだよな。むずすぎるだろ。むずすぎるだろ、ちょっと。あ、弓1本、矢2本ね。弓矢2本。また行こう。もう無理だって。なんで一発目でいけた。逆になぜ一発目でいけたんだ。だから俺もう離れられない。バイバーイ。なんて言ったぞさんが。バイバーイ、いってらっしゃい。ほんとすごいよな。この長さのジェットコースターでギミックもあって何度も遊べる。空中に作るのも大変よ。よし、決めるぞ。うそー。え、右クリックで合ってるよな。やべ、トロッコ全部なくなったらどうしよう。トロッコ全部使ってしまったらごめんなさい。一番乗ることになるかもしれない。右クリックだよね。左じゃないよね。左だっけ？わかんなくなってきた。右クリックだよな、ボタンは。
だんだんそのゲシュタルト崩壊じゃないけど分かんなくなってくるんだよな。やりすぎて、やりすぎるともう分かんなくなってくるんだよ。次こそ決める、もう決めるぞ、いきます。もうむずむずすぎるだろう。なんじゃこのむずさ。この後の弓もむずいんだが、一生終わんねえかもしれん。今日の配信これで終わるかも。これ2時間配信してたら面白すぎるだろ。あー重い重い、これが言ってた重さか、これが言ってた重さか。僕まだあそこのあの装置が何の装置なのかも分かってないし、早く見学に行きたいんだけど、何なのあれ、あれ何なの、人間パチンコ。よし行くぜ、よしよっしゃよっしゃ来た、次次次次次、弓を狙え弓を狙え弓を狙え、うん、うん、来た、ういー、あ、水中だ、やばい、死ぬ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 、大丈夫か、イカスミゲット、イカスミゲット、来た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 、あ、クリアしたか、これはゴール、あ、ゴールじゃない、いや、ゴール、ありがとうございます、景品のイカスミをゲットした、あー、よかった、なんとかクリアさせていただきました。そして全てのものを失いました、私は全てのものを失ってしまいました。